はい、どうも、関西クラクラクラブのコミです。本日もまたクイヒーのちょっと解説をやっていきたいと思うんですけども、前回ね、結構初心者向けの方向けの解説を動画として上げているんですが、今回少しレベルを上げて、中級者から上級に入りたてぐらいの、買ったというかね、結構クイヒーもう使い慣れてきたよ、という方向けのね、ちょっと、解説の動画を上げていきたいなと思います。でね、前回私がご説明した、初心者向けのは、ちょっとまた過去のね、動画を見てもらえたらと思うんですけども、今回私がちょっとお話ししたいのは2つ。1つはね、まずクイヒーの時のものすごい天敵の1つ。これインフェルノタワーあると思うんですけど、これをね、ちょっとどういう風に攻略したかっていう、ちょっと面白い動画があったんで、ちょっとね、これ見てもらいたいなという風に思います。はい、これタウンホール12から12への攻めで、相手の施設もどうだろうな、結構育ってる方だと思うんですけど、これをね、このロスさん、クイヒーラバルで見事全開取ってくれたんですが、このね、クイヒーパートがちょっと面白かったです。やっぱりね、インフェルノがここと、ここにあるので、どうしてもね、クイヒーってどこから回してもどっかでインフェルノに勝ち得ちゃうっていう、そういう配置なんですけども、これにね、どういう風に対応したかちょっと見てもらいたいと思います。まずクイヒーパートなんですが、3次面から始めますね。で、ちゃんとバルーンを出して、これ初見なんで、黒風船がないかどうかチェックしながら、クイヒーはね、もう確実に、時計回りに行くだろうな、に行きますね。時計回りに回るような形で動かしてます。ちゃんとこれベビードラ出してね、サイドカットしてますんで。で、時計回りに回っていたクイヒーが、このまままっすぐ行くと、このインフェルノタワー、これに限られちゃうんですよ。で、残念ながらこの距離だと、クイヒーでインフェルノを壊すこともできないんで、どうにかしてこれを対処しないといけないというところで、これです。バルーンで、竹取ってからの、バスター。で、さらにバルーンを追加して、で、バスターどんどん中進んでいきますね。でもこれはもうバスターをあえて壊してますから。で、ここにレイジを使って、この区画の中の施設を全部バルーンでカットしていきます。そうするとね、クイーンはおのずとこの通路に入っていきますよね。で、こういう誘導をかけながら、かつ勝ち合うインフェルノタワーをきっちり潰していくっていう。こうすることによって、クイヒーがきっちり延命しながら、意図した道を歩いていく。こういうね、テクニックっていうのが、やっぱりクイヒーを使い慣れてきた方だと、大体やっているものかなと思います。で、ウォールブレイカー出して、多分これはこのイーグルまでね、クイヒーで狙っていこうっていうコンタなんでしょうね。なかなかすごいところまで入らせようっていう感じですけども。さあ、どうでしょう。もう防衛援軍もね、きっちりクイヒーで処理もできてますし、相手の圧着位、対空砲、そして防衛援軍と、もうクイヒーで処理したいものは大体処理じゃ、もうできちゃってますね。で、出てきました。ラバーとバルーン。まずは2次面から出して、半時計回りに回していくっていう感じですかね。やっぱりここのね、施設がちょっと多いんで、バルーンを少し多めに出してますね。裏からウォーデン。で、ヘイスを使って加速させていくという感じですね。で、もう、ここまで来るとね、なんかもうほぼ全開目が見えますよね。ロスさん、非常にね、このラバルーンかな、このパートのルート作りが非常にうまいですよね。で、クイーンはね、イーグルには行かなかったんですけども、その代わりギガテスラをきっちり折ってくれてますから、この仕事をね、してくれればもうクイヒーはもう最高ですよね。そのためにバスターとかバルーンとかいっぱい、この辺で使いましたけど、結果的にはクイヒーが生き残るっていうことが、本当にこのクイヒーという戦術を使う上ではすごい重要になってきますんで、やっぱりね、そこをロスさんしっかり分かっていて、他のユニットを犠牲にしてでもクイヒーをきっちり残していくと。で、最後はクイーンが決めるというね、この、なんて言うんでしょう、もうプランニング。やっぱり見事だなって思いますね。はい。で、まず今日の一つ目。これがインフェルノタワーに対するクイヒーの流し方です。やっぱりね、クイヒーでインフェルノと勝ち合う場合には、何か使ってインフェルノを壊すか、なるべくなら避ける。で、クイヒーで壊すっていうのはね、ちょっと、難易度が高いんじゃないかなって思います。やっぱね、このね、どっちかの選択肢を選んだ方が、失敗は少ないのかなという感じですね。はい。で、もう一つの動画は、このアミさんなんですけども、
多分女性のプレイヤーじゃないかな。ですね、この方も今回クイヒーラバルで前回を9から撮っているんですけども、この配置どうでしょうね。皆さんパッと見て、クイヒー流すんだらなんとなくこっちの面から行きたくなりません？っていうのは対空砲をクイヒーで狙いやすいから。で、まあここにね、防衛軍もいるしなんですけども、一応ね、ラバルでやるって、まあ、どういう考え方でここに行き着いたのか私もわかんないんですけど、やると決めたからには、やっぱり対空砲とね、防衛援軍、クイーンをきっちり、クイヒーで処理していくということが重要になります。なので、それをするためのね、ユニットの使い方っていうのも、ぜひ見てもらいたいんですが、まず、クイヒーを、7地面からスタート。で、歩かせていきますね。で、いらない施設はきっちりウィザードでカットすると。こういうところの細かい仕事も上手ですよね。で、クイーンはまっすぐこの面に向かっていってますね。で、またウィザードを出して、で、クエイク。で、放ってですね、ここに穴開けるんですよ。ここにクイヒをだから入れたいわけなんですよね。さあ、どうでしょう。キングに釣られないで、ちゃんと、釣られましたが大丈夫かな。で、さらに、そう、このキング見てください。ここにね、クイヒーを入れるために、この施設が邪魔なんですよ。なんで、もうキングを使ってでも、ここをぶち壊すという感じですね。なんで、もう本当にもうクイヒーのために他のユニットを使うっていう感じです。それぐらい、クイヒーを使うからには、クイーンは、なるべく殺さない方がいい。そこですね。で、その回もあって、ちょっと壊し損ねてる施設ありますが、まあ、クイーンは狙いの区画に入ってます。で、防衛軍と相手のアシャクイを処理して、でそのまま、対空砲の処理へというふうに向かっていきますね。でそれもしないようにこの辺をベビドラでカットと、もう入念な、カットをやっております。で来ましたね、ラバとバルーンパート。まずはこれ防衛軍に入っていた、ラバとバルーンを出して時計回りに回していこうという感じなんですけども、まあ、ここはねラバルを見るというよりはクイーンの動きに注目してほしいんですが、実はね、ちょっとこのクイーンが多分アミさんの予測とは少し外れて、この対空砲をなかなかたげらないんですよ。こっちに一生懸命いっちゃっている。まあまあ言ってくれてもね、クイヒーって他の別に対空砲を仮に叩かなくても、まあ、攻撃力の高いユニットですから、防衛室を壊してくれれば、まあ、他のユニットのね進軍を助けてくれるという効果もあるんですけど、まあそれにしてもね、ちょっとここで壁向いちゃってるし、多分これアミさん誤算だったんじゃないかなと思います。ただね、繰り返しですけども、防衛施設を結構クイーンが倒してくれたんで、もう残りこんだけですね。あとはもうこれはもうクイヒの敵ではないですね。全然もうあとは、クイーンで対空砲残ったのを壊して、まあ、ここのねウィズトンがちょっとガコたちには痛いとこですけども、クイーンが生きてるんでこれも問題なしという形ですね。で2つ目、今日お話ししたかったのは、ちょっとねもう一回この配置を見てみたいと思うんですけども、対空砲を、クイーンで直接狙えない場合、ここですよね、今クイーンが狙ったやつって狙えない場合には、壁に穴を開けて中に突っ込ましちゃうっていう使い方もクイヒーにはあります。で突っ込ました場合ね、怖いのが施設からの集中砲火なんですけども、だいたいねパッと見て4つぐらいから撃たれ続けないなって思えば行っちゃっていいかもしれません。今回だったら、まあ仮にここに入ったって1、2、3ぐらいですよね。で、まあテスラがちょっと出てきましたけど、まあそれで4でも、まあすぐにクイーンが施設壊してくれますんで、そんなに浴び続けはしないですよね。うん、こういう場合にはクイヒーを壁の中に突っ込ましちゃうというのも一個手段です。これね、いいクイヒーの使い方なんで、ぜひぜひ皆さん参考にしてもらえればというふうに思います。はい。というところで、本日は、まあ、クイヒーの中級から上級ぐらいの方向けの、使い方をちょっと2つほど、紹介させてもらいました。ぜひね、参考にしていただいて、いいクイヒーライフを、送っていただければと思いますし、またね、これからも、ミックスクラーの、まあ、関西クラクラクラブならでは の、こういう幅広いタウンホール帯の攻撃、動画にしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、また、今後ともご視聴よろしくお願いします。はい、では本日は、ここで失礼いたします。バイバイ。